ぞみさんって卒業したらどうするんですか？教職課程のある大学へ進学したいなって考えてるよ。へえ、のぞみさんは先生になりたいんですか？うん、小学校の先生になることが目標でね。のぞみさんだったら素敵な先生になること間違いなしですよ。でもどうして小学校の先生になりたいんですか？小学校の頃の親友が先生に憧れていてね、私も憧れてかな。茜先輩は清水先輩と付き合ってから、というか振られてから人が変わっちゃったらしいんだ。付き合ってる当時は清水先輩のことを理想の王子様だって友達に言いふらしてたんだって。だから振られた時のショックは壮絶だったんだろうね。人を好きになるって怖いね。好きってその人を特別に思って心を開いて無防備になることだから、特別に思えば思うほど失った時のショックが痛いから。お兄ちゃん、これからもちゃんと帰ってきてね。茜先輩はどうして清水先輩の友達まで殺したんですかね。よりを戻したいって願ってる人間がそんなことするのかなって気になって。人を好きになると執着が過ぎるとあんな風におかしくなっちゃうものなんですかね。そういえば先輩、のぞみ先輩や相川さんから聞きましたよ。みんなを守るためにバニタスと契約したんですってね。俺、契約者はみんな利己的で迷惑な奴らだと思ってました。でも先輩は少し、いえ全然違いましたね。失礼なことをいろいろ言ってごめんなさい。契約者だけど先輩は立派な人です。俺なんかよりずっと。顔色が悪いな。見てやろう。もう大丈夫だ。あまり無理はするなよ。今日はやけに機嫌いいな。先輩とこうして一緒にいられること、考えてみたらすごく幸せだなって。お互い本気じゃないけど理解して妥協して付き合ったけど、これはこれで噛み合いが良くて居心地いいですよね。そう思いません？こういう買い合わせもあるかもって。割れて砕けて摩耗し合った二人だからこそ
噛み合う。何？熱でもあんの？かもしれませんね。俺もお前は他とは違うなって時折思うよ。素の自分でいられる。執着する気持ちのないこういう温かさを愛情って言うなら、言い切れたらハマった買い合わせだと俺も思うこともある。やっぱり。あ、信也くん。お二人ともこちらにいたんですね。茜先輩は新生徒会が見つけました。いろいろあって今は保健室で保護しています。そっか。保健室大丈夫なのか？人殺しだぞ。抜け出したりとかは？眠ってるので大丈夫です。その薬で深くだから安心してください。か、相手が相手だし当然だが、波田、渡辺、中原、村上、三原、武田、あいつが殺した奴らのことを思えばいっそ死んでくれた方が良かったのに。あんたのクズさも原因の一つだってのに。そんなことない。清水先輩は悪くない。え？だって恋愛は買い合わせだから。先輩の責任じゃない。先輩が悪いわけじゃない。二人の関係が壊れたのも野球部の他の人たちが死んでしまったのもただの運命。デスティニースミレ。気にしないでください。ともかく一安心ですね。もう清水先輩や私が狙われることはない。信也君、副長さん、ありがとう。ほら、清水先輩も二人にお礼を言って。ありがとう。二人ともまた後でね。霧が晴れたし、私たち部室まで忘れ物を取りに行くから。副長さん、今日はよく会うね。
じっと見つめて照れちゃうよ。先に目をそらしたからスミレ先輩は S ですね。ん？急に何？セクハラだよ。いや、何でもないです。物質の忘れ物はもう大丈夫なんですか？うん、大丈夫。これで綺麗さっぱり。手が空いたから保健室に行こうかなって。一目あの子の様子を見てみたいから。それじゃあ新薬副長さん、また後で。何か焦げた匂いがしませんか？もしかして。灰もなければ煙も立っていないのに、中のものは。清水先輩たちはもしかして全部この不自然な燃え跡は。どう見てもそうですよね。茜先輩は倒したはずなのに、トラップ、時間差で発動する剣の。いや、でももしかすると。先輩、急いで最後のイデアを壊しましょう。何にせよ力の源がなくなれば解決するはずです。
十分に警戒をしてから着信に出てください。まだモナークが現れていません。それにもしかすると、いえ多分厳しい戦いを強いられそうです。ここも深淵とつながっているようだな。得意点のある異界につながる番号だ。感謝して使うがいい。行くぞ。次は答えなくちゃ。かわいがります。殲滅してやろう。かわいがります。殲滅してやろう。虚ろになる。かわいがります。お願いします。わかった。容赦しない。諦めて。副長さん、任せます。任せてくれ。くらえ。殲滅してやろう。頼む。承知しました。徹底破壊。支援する。負けるものか。勝つ。無意味だ。構えで殲滅してやろう。邪魔だ。あきら、殲滅してやろう。撃ち取った。かわいがります。決定破壊。支援する。かわいがります。お願いします。承知しました。決定破壊。仕返しだから。かわいがります。消えて。フォローします。まだまだ。破壊。殲滅してやろう。
行くぞ。どうだった？なってない。俺もあんたも。古風な名前ですね。将来物干し竿を振り回しそうですが。政宗ですか。刀剣の政宗は名のあるものが少ないことで有名なんですよね。どうして、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 わからないの。忘れてしまったの。大切な名前なのに、あの子の名前を。ねえ、どうして。私はママなのに、ママだったのに。おかしいの、名前を思い出せないの。え、あなた、わかるの？私の子供の名前を知ってるの？その名前は、聞き覚えがある。懐かしくて、とても愛おしい言葉。本当に？でも足りない。その名前だけじゃ私の子供には足りないの。だからダメ。どうして。わかんねえ、私邪魔。わからないの？理解できないの？私は今必死なの。子供の名前だから、この世で一番大切なことだから、約束したから。もしも私の邪魔をするつもりなら容赦しないから。先輩、無理強いや強硬手段は得策じゃなさそうです。
一度彼女を落ち着かせてから教室の中を探索しましょう。歳三、新選組、鬼の副長と同じ名前ですね。虎徹？刀で有名なあの虎徹でしょうか。二天一流の使い手になりそうな名前ですね。どうして、どう、わからないの。ねえ、私はママなのに。え、あなたわかるの。私の子供の名前を知ってるの。名前は聞き覚えがある。懐かしくてとても愛おしい言葉。懐かしくてとても愛おしい言葉。でもさっきも同じ言葉を聞いた気がする。名前は聞き覚えがある。懐かしくてとても愛おしい言葉。その名前は覚えがある。懐かしくてとても愛おしい言葉。ええ、虎徹、政宗、村政、金貞。その通り。それが大切なあの子たちの名前。よかった、本当によかった。絶対にもう忘れたりなんかしないからね。ええ、扉の前を塞いでしまってごめんなさい。あの子たちの名前思い出させてくれてありがとう。どういう経緯かはわからないですが、霧でおかしくなった今もあれだけ大切に思われているなんて、なんだか素敵ですね。よくできた、いい子たちだったんでしょうね。
驚かないのね。やっぱり俺たちが倒したのはスミレ先輩だったんだ。イデアを砕いている誰かさんを欺くため、スミレに私の格好で戦ってもらったの。でもどうして気づいたの？スミレ先輩は俺のことを深夜君とは呼ばない。それにあんたとスミレ先輩とでは所作が少し違う。すごい深夜君、女の子の変化に気づけて偉いね。将来いっぱいモテるよきっと。清水先輩なんか元彼だし今彼でもあるのに、死に際まで気づいてなかったのに。やっぱり清水先輩も殺したんだ。うん、中原先輩と村上さん、三原先輩に最後に清水先輩、私が燃やした、灰にした、綺麗にしたの。清水先輩たちへの復讐ですか？復讐とは違うかな。それほどの関心はもうないから。補填だから、ただ嫌いだから燃やした程度。最初は期待して泣いたり混乱したり呪ったけど、彼は私の王子様じゃなかったみたいだし、私は運命を呪ったの。世界を、全てを燃やしたいって。大切な大切な初恋だったから。私はシンデレラが好きなの。王子様みたいな人と付き合って、初めての彼とそのまま結婚して、パパもママも羨むような汚れのない嘘のない幸せな本物の家族を作る。それがたった一つの私の夢、希望、生きがいだったから。それが汚れたら生きる価値も、生きている意味も、こんな汚い世界でお行儀よくしてる必要もないから、全部全部どうでもいいよ。おかしいって、狂ってるって分かってるけど止まらないの。私の夢が叶わなかった世界なんてぐちゃぐちゃにして灰になればいいって、そう思うから。だったらイデアを砕いた時に感じた失ったあなたとの日々を取り戻したいっていう願いは。気持ち悪い。きっとそれはスミレの願いだよ。気持ち悪い。あの子が望んでたのはね、私に好かれること、嫌われないこと、双子の姉である私に向けた恋愛感情が報われること。昔バレンタインの日に突然告白されてキスされたことあったんだ。冗談だと思ってふざけてあしらったら泣いちゃって、その日から距離を置かれてね。でも距離を取ったのは私への気持ちをごまかしたかったからなんだって。いろんな男の子と付き合い始めたのもそれが理由。あの子、私が清水先輩に振られてることを知らずに彼と付き合ったんだって。
私が傷物にされて振られて双子の妹に元彼を取られたって笑われてることを知って謝って泣いてしがみついてきたの。ごめんなさい、嫌いにならないで、別れるから。やっぱり私は茜のことが好きで諦められないからって。本当、気持ち悪いし狂ってるよね。姉妹で双子でって普通じゃない、不自然なのに。ゾッとしちゃうよ。まああの子のおかげで清水先輩や他の部員の情報がつぶさに分かったし、入れ替わって身代わりになってくれたり、清水先輩と最後に遊ぶことができたし、役には立ったけどね。でもずるいよね。頭おかしいし、私より汚れた体してるのに清水先輩といい感じになっちゃうんだからさ。運命って汚くて理不尽。スミレ先輩の気持ちを、気持ち悪いの一言で簡単に片付けられる思考の方が不可解だよ。理不尽で汚いのはあんただ。その方が都合が良かったの。学園がこうなってからスミレと二人同じ夢を見たの。夜という女の声が聞こえるね。夜、見る？いいえ、私たちは声しか知らない。夜は教えてくれたの。異界のこと、モナークのこと、願いを捧げれば私たちは力が得られること。普通はモナークに対して契約者は一人だけど、私たちは双子で魂の形が似ているから、スミレの心と願いが私に依存していたから、私のエゴと願いを叶えるために二人で契約することができるって。だから願ったの。私の夢を汚して壊したこの運命と世界の全てを灰にしたいって。ね、ルクスリア。諦めてもらう。行くぞ。シン、こんなに使えなくちゃ。行くぞ。今日つく。殲滅してやろう。覚悟して。諦めて。はかない。可愛がりになるから。
殲滅してやろう。覚悟し、諦めて。可愛がります。諦めて。仮想の愛を得るね。知ってこにまみれた花を咲かせて。笑う。ただ逃げ捨てた。汚れも悲しみも。許さん。殲滅してやろう。諦めて。今日つく。殲滅してやろう。諦めて。可愛がります。ただ綺麗にしたいだけなの。眠いですね。許さん。殲滅してやる。諦めて。可愛がります。全て灰にしてあげる。眠いです。つながれ。殲滅してやろう。諦めて。汚れも悲しみも。許さん。何もいいですね。カオス。殲滅してやろう。諦めて。諦めて。区長さん、分かってます。分かってて。今日は
っと許さん。殲滅してやろう。してくれる私たちは幸せだった。十分だった。満ち足りていた。でもパパは違った。私たちじゃ足りなかった。パパは知らない女の人と仲良くした。ママは怒って泣いて。パパもママもいつの間にか私たちをギュッてしてくれなくなった。生活は変わらなかったけど何かが変わった。笑顔のないハリボテみたいなやりとりだけ。嘘でできた家族ごっこ。私たちが愛し私たちを愛していたすべてが宝物だと言ってくれた言葉が愛されて生まれた。私と私の命の意味が永遠の嘘になった気がした。だから二人誓い願った。私だけは
私たちだけは永遠に宝物、永遠に本当であろうと生まれた意味を嘘にされないように。私はあなたを好きでいるから、私があなたを愛するから。意志のイデアは契約者の原体験。大切だって気持ちは二人とも変わらなかったのに、かけ違えたボタンのシワが重なりすぎたんでしょうか。愛とか好きとか人を思う感情は不可解ですね。まさか二人とも契約者だったなんて。妹の方は二つ目のイデアで心が壊れ、姉の方は三つ目のイデアで心が壊れた。契約が二人だとイデアごとに対応する契約者の理念や願いが偏るのかもしれないな。茜ちゃんが野球部の人を襲ってた理由は察するけど、どうしてスミレちゃんも契約したんだろう。茜先輩のことが好きだったかららしいですよ。二人には距離があるように見えてたけど、やっぱり家族だもんね。家族のため、納得するしかないよね。ね、お兄ちゃん。家族だから必ず大切だったり特別なわけじゃないですよ。その人がその人だから特別で大切だったんじゃないですかね。深夜くん。あ、なんて考えたり。先輩、あと皆さんも契約者を倒すご協力をいただいてありがとうございます。一つお願いがあります。新生徒会へ正式に加えてはいただけませんか。ソラさんからの用もあるからずっと一緒にはいられないけど。もちろん私は歓迎する。先輩はどうですか。ありがとうございます。期待に応えられるよう励みます。よかったね、お兄ちゃん。心強い味方が増えて。引き続きよろしくお願いしますね、先輩。